私相川真希。桂さんついに決心したんだよね。ヒロミに宗像コーチのラケット受け取れって強引に渡すんだよ。でもさ、ヒロミまだ気持ちの整理ついてないのに。残酷だよ桂さん、受け取れるはずないじゃん。そんな時緑川さんに大変なことが起こったの。次回宗像仁のラケット。